河井貴則君国民民主党新緑風会のでと今日も名古屋入管の被収容者の死亡事案について、えー、確認をさせていただきたいと思いますが、えー、先週、衆議院の法務委員会において、えー、や,やり取りがなされている中で、えー、新たに、えー、診断情報提供書というものの存在が指摘をされました。 あの質疑聞いていて、非常に違和感を持ったのは、この新たな診断情報提供書の存在について、中間報告書に記載しなかったことの理由として、松本次長は、亡くなられた方の名誉、プライバシーに影響を及ぼすのではないのかと配慮した結果だとおっしゃったんですが、質問に対して答えているように聞こえなかったわけであります。改めて確認しますが、外部医師が仮方面、 の必要性を指摘していたことについて中間報告書に記載をしなかった理由をご説明ください出入国在留管理庁松本次長お答えいたしますまずあの前提といたしまして中間報告までの調査の状況といたしまして3月4日に診療を行いました外部病院の精神科医師に対しまして 当庁における調査の一環として、聴取等をお願いしたい旨を病院側に要請したんですが、応じていただくことができず、その現状は現在も同じでございます。そのため、まず、中間報告の内容は、当該医師から当庁が直接確認できた内容を踏まえたものではございません。その上で、委員からご指摘のございました、 当該医師作成の診療情報提供書の記載につきまして申し上げますと、その情報提供書におきまして、その医師のお考えといたしまして、どのように考えたものか難しいです、確定はできないですがという前置きなどを前提といたしまして、病気になることで仮放免してもらいたいという動機についての指摘や、 身体化障害の疑いとの点のほか、差病の疑いとの可能性の指摘も、その背景事情となる内容とともに記載されておりまして、これらの内容は、委員ご質問でご指摘の記載部分と一連一体のものでございまして、これをそのまま中間報告に引用して公表することは、ご本人の名誉やプライバシーに関わることになるのではないかと 考えたところでございます、えー、さらにご指摘の記載は仮放免、記載上は仮釈放となっておりますが、えー、仮放免、えー、の必要性を断定的に指摘された内容ではなく、仮放免を望んで新身の不調を呈しているのならという前提で、かつ、えー、どうしたものであろうかとの問いかけを行う内容であったこととか、 2週間後の最新の指示等がなされていたことなども、ご指摘の中間報告の記載内容の判断に影響をしたものでございます。もっとも、ご指摘の点につきましてはあの、国会の質疑等におきましても、厳しいご指摘を受けるなどしておりまして、この部分をそのまま記載すべきであったというご指摘については、真摯に受け止めているところでございます河井貴則君。はいあのー 気になる発言があったんですが、医師から、医師のいわゆる、えー、に対しての聴取、応じていただくことができずとおっしゃいましたけど、なぜですか松本次長あの。当庁が行っております調査は、行政機関としての調査でございまして。 えー、刑事手続きにおける、まあ、捜査であれば、ともかく、まああの、当庁の行政機関としての調査には応じることができないという内容だったと認識しております川井貴則君えっと。その調査に応じていただくためには、どういう手続きが必要なのか、教えてください松本次長あの。最終的にはその病院、あるいはお医者さんの了解を得るということが、 任意での,その調査ということでございますので。川井貴君つまりは任意でない調査に切り替えないと、要請には応じていただくことがないということですね。ということは、その問題をクリアしないと、事実関係が明らかにならないということですが、この点について、上川法務大臣、通告をいたしておりませんけれども、この点について、どのように。 ご認識され、今後、ご指示される必要性について、どのように捉えていらっしゃるのかをお答えください上川法務大臣あの。今、私の立場はです、ねあの、調査チームを編成をして、そしてその調査チームにおきましての客観公正性ということがございましたので、 第三者の目線をしっかりと入れるようにということで、トータルのチーム編成の中で、しかも体調が非常に悪い状況の中で、刻々と変わる中で、施設におきましては、診療所,所内にも診療所がありますし、まあ、臨時で来られて、臨時というか、なんていうんですか。 常勤、えー、という形ではないにしても、お医者様があの見るという状況、そしてあのその方のご指示で、外部の,あの病院等におきましてもあのきちっとあの行くということ、いろんなあの制度がございますので、そういったあのルールに基づいて、しっかりとや,やったかどうかという事実の状況をしっかりと把握した上で、そしてあの真相の,あの状況を解明していくということが必要ではないかと、こういう指示をいたしております。 私自身が指示をしたものとしてですね あの今あの出入国在留管理庁の方が専門チームを作って動いている状況でございますので、あのこうしたあの国会の場におきましても、先生方からさまざまなご意見、ご指摘もいただいております、あのそのことについては、しっかりとフォローしていきながら、調査も加えていくということでありますので、最終報告に,おきあのに向けて、さらに中核報告もなるべく早い時点で出した方がいいのではないかと私、私自身思っておりましたので、調査はあの迅速にしていただきたいと、このことについては指示もしてま ゆ故にです、ね、この間、さまざまなご指摘がある中、それをまたフォローしていく、あるいはその原因分析をして、そして検証しながら、改善策まであのしっかりとあの外部の方の,あのご意見も求めながらやっていくという、こうした方針で動いておりますので、 私自身、一つずつの事案、状況のことにつきまして、私自身が調査チームのトップとして、今、動くということ自体も、私自身、控えさせていただいている状況であります、むしろ、チームをしっかり編成した上で、対応していくことが客観中立であるということの価値ではないかと、こんなふうに思っておりまして。 さまざまなご意見につきましては、これはあの真摯に受け止めると、この姿勢はあの変わりはございません、あのそのようなあの方針で今、臨んでいる状況でございます河君、はい、あの突然の質問に対して、ありがとうございました。あのもう一点、ちょっとこれ,これも違和感を感じていることではあるんですけれども、このいわゆる診療情報提供書というものは、これど,こどこから出てきたものなんですか。 松本次長あの委員御指摘の金曜日の衆議院の法務委員会で、えー、あの取り上げられた報道で、えー、示されたものがどこからのものなのかというのは我々は承知しておりませんただ、えっと、当該外部病院の先生がこの診療情報,情報提供書といいますのはその診察をされた結果を 入管の施設内の非常勤のお医者さんに伝えるためのものでございまして、その原本は名古屋入管局において受け取り、調査チームにおいて把握をしているというものでございます川井貴教君。じゃあ、そちらの方から何らかの情報が外部に向かって開示されたということの理解でよろしいんですか。松本次長 えー、あの当庁といたしまして、外部の方に現時点でそれらの記録を開示したということはございません、でそういう意味合いにおきましては、これは、えっと、マスコミに取り上げられたものという意味合いではなくて、この診療情報提供書のおよび亡くなられた方に関する医療関係の記録、これはこの外部病院におきましての記録につきましては、 えー、あのおお亡くなられた方のご遺族等の要請を受けまして、えー、病院から大使館の方に、えー、提供されたというふうには認識しているところでございます河井貴徳君、はいえーと。いずれにしても、外に向かって提供情報が提供された形跡はあるということですね。なるほど分かりましたたいいいいろいろとご説明いたいただいて、えー 当初の違和感は、多少ちょっと謎が解けた部分もある一方で、あの診療情報提供書に記載されている内容というのが、その後の調査の結果に対して、極めて大きな影響を及ぼすと、で現状、まだその内容が検証できていないとしても、少なくともこの報告書があるということの存在自体は記載すべきでしたよね。 そのことが後で外、あとでのかのろから回ってくることで、結果的に入管が不必要に情報を隠蔽したと捉えられかねないような状況を生じさせたということは、これ、事実であります。 あのこのことはあの強く指摘させていただきたいと思いますし、出していただきたいといった情報に対して、別のところに出せる情報があるにもかかわらず、国会からの報告の要請に対して、一部とはいえ、情報が隠されていると、マスキングされているということは非常に不愉快です、そのことは指摘させていただきたいと思います。 えっと、その上であのもう一点確認なんですが、私あの、一連の中間報告書を拝見させていただいていて、気になったのが、えー、薬剤の処方の関係のことなんですであの、ちょっと確認させていただきたいんですけど、この入管の中で、この、えー、スリランカ人の女性の方のさまざまな治療行為を行うにあたって、えー、血液検査等をやっていらっしゃったのか、既往症があったのか、これ確認させてください。松本次長 お答え申し上げますまず血液検査でございますが、本年1月22日から26日にかけて、血液検査を実施しております。血液検査の結果は、軽度の多血および C 反応性タンパクの異常値が認められたため、経過観察し、2か月後に血液の再検査をするよう指示がなされたものでございます。 なお亡くなられたとの司法解剖における血液検査につきましては、当庁としては把握しておりません。なお、既往症につきましては、令和2年8月20日の収容開始の際に作成された健康状態に関する質問書において、体調不良の箇所はないと回答し、既往症についてもないと回答しておられると状況でございます。 河君えとつまりは、えーと、体調がおかしくな,なられる前の時点での血液検査結果と、えー、それからあとは本人からの問診だけという理解でよろしいですね、はい、松本次長。あの1月22日って、検査をした時期というのは、体調が悪くなった頃でございますので、それ以降の血液検査結果というのは、あの当庁としては把握していない状況でございます。 私が実はちょっと気になりましたのは、えー、中間報告の中に、さまざまな薬剤の処方の履歴が記載されておりましたが、えー、その中で、えー、要は向精神薬をお亡くなられる2日、3日前からか。 処方を始めていいらっしゃいますちなみにこの薬なんですけれども、えー、劇薬指定されている薬でありまして、えー、その処方にあたって警告ということで、本在投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うことということが記載されている、えー、それで、えー、糖尿病性、昏睡等重大な副作用が発現し、死亡に至る場合があるということが実は指摘されている薬ということであります。同時に、えー、といわゆる 突然死についても、本罪による治療中、原因不明の突然死が報告されているという、これが実は脳書に書かれている内容ということでありまして、したがって、この薬自体を処方するにあたって、最新の注意を払って処方しないといけないということがある。 にもかかわらず、それが結果的になされていなかった可能性も当然、類推されるわけでありまして、そのあたりのところについて、これ、ドクターの方から入管の職員の方は説明を受けた上で処方されてたのかというのは確認されてますか。松本次長指指摘のの処方につきましててはあの外部の病院で指示を受けて えー、調剤薬局で、えー、入手をして、えーまあ、あの夜寝る前に投薬するようにというその医師のご指示に基づいて。 亡くなられるまでの2日間、前々日の夜と前日の夜に投与したというふうに発行しておりますが、その今、委員ご指摘のような、この抗生新薬の効用等について、職員が把握していたのかという点については、現時点においては把握していなかったんではないかという状況でございます。君 はいあの、おそらくそうなんだろうと思います、よくよく読んでみますと、いわゆる倦怠感、脱力感、意識障害等の、えー、そういう症状が出る、これ、高血糖か低血糖かの場合に当然出るということなわけでありますが、えー、そうした状況が起こったときには、速やかに投薬を中断した上で、医師の診断を受けることということになってます、これ。 でえっと、処方量についても、25ミリからが最小ドーズで、100ミリから持続れ処方が始まっていて、あの医師の処方が間違っているとは申し上げませんけれども、ただ、慎重に病状を管理をしなければいけない薬剤であったにもかかわらず、そのことが十分なされていなかったということは十分指摘できるわけでありまして、この点については、今後、あの 調べていただきたいと思いますし、そういうことも背景にあるので、医師の,あのきちっと聴取というものも行っていただきたいということを申し上げさせていただきまして、時間がまいりました、終わります、ありがとうございます。 Mazer.